同情するなら金をくれ。同情するなら金をくれ。これ何年前ですかね家なき子。久保さんも家なき子は知ってると思うんですけど、ね、今の若い子は多分知らないと思いますけど。あれ、すごかったっすよね。僕は、あの、すごく衝撃を受けましたよね。あのドラマ。同情するなら金をくれみたいなね。あとね、あの、挿入歌も良かったですね。 あの挿入歌も良かった。うん、本んとね、同情するのは金遅れですよ、本当に <laughs>、うん。ほんとね、まあ、世の中、お金で回ってますので、まあ、久保さんが言う通り、どんなに愛があっても、愛はあると。だけど家賃、あのたなんだか家族でもね、家族にすげえ愛があると。じゃあ、旦那さんがね、愛はあるんですよ、でも働かないんですよ。 家にお金入れないんでしょご飯どうするんですか子供の養育費どうするんですか多分愛があっても離れますよね多分 <laughs> うんそうだからまあお金の切れ目は縁の切れ目っていう言葉もうまいなと思うんですけどどんなに愛情があってもどだから多分だから久保さんがねその愛があるんだったら金ごとき稼げっていうね <laughs> まあこれもこれで まあ、真っ当ですよね愛情があるんだったら、金ごとき。だって、お金を下に見てるわけじゃないですか。ね、愛の方が上って見てるわけですよねで。お金は下って見てるわけですよね。で,であるならば、お金ごとき稼げって話じゃないですか <laughs>。愛があるんだったらお金ごとき稼ぎましょうよと。お金下なんでしょなんで下のことすらできないんですかっていう <laughs>。 でもなんかまあ僕はねありがたいことにやっぱ18年間はやっぱお金のことをずっとやってるのでほんと良かったなと思いますねだからもうずっとねまあお金のこのエトセトラはねまあずっとやってきますけどもやっぱ特にねあのー、なんかお金の話をするとなんかね汚いとかなんですかね、えー、金の亡者みたいな なんかそういう風潮とかイメージとかそういうのあるかもしれないですけどもでもなんかそれを客観的にうん現実的にこう見れるようになったっていうのはビジネスやっててよかったなっていうビジネスをやっていると結局本当にね久保さんも麻雀店経営してた時にそれはひしひしと感じてたと思いますけどビジネスやってると毎月の支払いあったりとかね従業員の給料の支払いがあったりとかしてね 従業員に愛があってもね、従業員に給料を払わなかったら、従業員からね、いろいろ言われますよ、多分。<laughs> 従業員に愛はあるんでしょビジョンもある。愛もある。志もある。ね。でも、月末の給料を払わないと、あの、多分いろいろ言われると思いますよ。<laughs> 言ってらっしゃい。